ガッチガチのサーキットマシンで登場は柿本レーシング、この車は、タイムアタックで速く走るということも一つなんですけども、柿本レーシングの技術の継承を目的として、うちの代表の柿本の、これまでの技術、経験、ノウハウというものを僕たちに、継承してもらうというところで車の製作に当たりました。ボディ作りからまず始まって、フロントのフレームっていうのがちょっともうない車だったので、パイプフレームで、フロントのフレームを作って、そこからスタートしています。でそこからまたサスペンションのアームとか、あと足回りについても、自分のところで製作の方をしています。エアロパーツについてもこれまでの経緯で何回か、形状を変えてるんですけども、オリジナルでエアロの方の製作を行っています。エンジンについては、C30A の3リッターのエンジンをベースに 3100cc まで排気量を上げて、圧縮を 12.8 ぐらいまでに上げてエンジンを製作しています。給排気については 48π の6連スロットルになっています。駅間にマフラー、すべてオリジナルで製作の方を行っています。制御については、モーテックの M800 で行っています。ギアボックスについてはシーケンシャルのレーシングギアボックスができてきたので、そちらのシーケンシャルミッションを搭載しています。シフトカットというのを行って、アクセルの全開のままクラッチを踏まず、シフトアップができるような設定になっています。シャーシダイナモで、セットアップの方を試行錯誤しながらやっています。セットアップもだいぶまとまってきたので、これからサーキットの方で、テスト走行を行っていきたいと思います。向かった先は関西チューンドカーの聖地、セントラルサーキット。ここへマシンを持ち込むということは、乗るのはやっぱりあの人ですか。出た。いやこれだいたい NSX って、しかもチューニングカー、サーキットで走らす車、何行動デビューってどういうことなんですか。何考えてるんですか、あの怖いおっちゃん。だいたい雑誌のこう裏表紙に載ってるマフラー屋さんでしょ、はい、大丈夫ですか。何かあったら僕怒られるん嫌よ。これ俺も大概むちゃくちゃやけど、あのおっちゃんには負けるからね、勝てない。柿本海ってこう書いてあるね。柿本のおっちゃんです。いやまああの怖いおっちゃんのこの車やけどね、ちょっと真面目にねやりたいと思います。 NSX で行動スーパーラップなんで、ちょっとねこうあんまりシビアさを出さないように、それに見合ったセッティングをちょっと考えながら、まあ僕が乗るみたいなんで、真面目に乗りやすい車にしたいと思います。普段よく喋る男もいささか緊張気味か。ディフューザーが脱落しピットへ帰還。いや俺のせい違うもん、俺ただ踏んでただけやもん。いやいやだ、いや俺踏んでただけやもん。だから踏まんかったら踏まんかったで怒るやんか。なんこれで怒られたらもう俺勝負上がったりよ。結構スピード出るんで、これリップスポイラーとかね、案外こうこういろいろテストしながらやっぱり角度とか落ちとか決めていかないと、まあまあこう引っ張られて落ちることが多いんで、皆さんも気をつけてください。この嵐山で飛んでいくよこれ。落ちたらね、やっぱテストしないと。車は俺で十分でしょこれ、ね、いいコメントもで、真面目なコメントもできるし、面白くも話できる。山田さんといい加減さん、面白くないもんだって、ね、アタックはもちろんイーリが担当。峠を全開走行する柿本 NSX は超刺激的。
ミッドシップってそのステージによってこうセッティングがこう結構大幅に偏るんですね。割とワイドレンジっていうのは難しいんですけども、まあこの車もねやっぱりここまでやっちゃってるんで、割と今日ストリートきつかったです、はい、ブレーキとかもマスターバックなしであったり、まあ、そういうサーキットに走る、まあ、スペックになってあるんで、1個他の車とこうパッパッパッと乗り換えていきなりこの車を、ポテンシャル引き出すっていう乗り方っていうのは、まあ、特に難しかったっていうのもあるんですけども、冷えたタイヤで出ていくっていうのはミッドシップ一番不利やと思います。前が軽いんでフロントタイヤがぬくもらない、まあ、その中でもね、まあ、この車 NSX、まあ、唯一の今日ミッドシップかな、まあ、それをね楽しむことができましたんで、はい、路面がバンピーなんでちょっと気使う、うん、気使っちゃいました、はい、あのするんじゃないかなとか、こう当たっちゃうんじゃないかなとか、幅も広いんでね、あんまりガードレールに寄せると擦るんじゃないかとか、まあいろいろなこうこと考えながら、走りましたけども、とりあえずは形変わってないんで良かったです。